ラジオを始めました。受験生応援武田塾中森が送る合格言、こちらですね、毎週金曜日の16時に最新版が更新されます。ぜひですね、受験の合間に、勉強の合間に見てくれれば幸いです。参考にしてみてください。武田塾チャンネル。武田塾教授の中森です。この動画をご覧の皆さんはグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、一問一答なんですが、数学の質問募集会で、来た質問を返していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。中森先生に質問です。新高3マーチの理系志望です。基礎問題成功 1A2B はいつまでに終わらせるのが理想でしょうか。また数3の88と同時成功で大丈夫でしょうか。まず理想っていうのは早ければ早いほどいいって話になるんで、まあただ基礎問題成功で大体武田塾のペースだと、まあ両方1ヶ月以内には終わらせたいかなって感じですかね。例題全問正解、まあ最低8割以上に持っていくっていうので、なので今3月なんで、まあ4月5月の中旬とかその辺までには走りきたい。遅くとも5月中には一旦終わらしたいかなって感じですね。で、数3の走りした同時並行って話なんですけど、1A と 2B の基礎がまだ入ってない状態なら、3は後にした方がいいですね。それだったら 1A と 2B のペースを上げてさっさと終わらせて、まあ復習だけやればいいっていう状態に持ってってから数3に入っちゃった方がいいかなと思います。結局数3で 1A 2B の知識使うから、1A 2B の正解率が高い方が数3入るとき楽だと思うんで、まあとりあえず基礎問題成功の 1A 2B ぐらいの難易度だったら一旦完璧にしちゃった方がいいかなとは思いますね。はい、中森先生に質問です。自分は最近まで私立文系志望だったのですが、北海道大学に行きたいと思ってます。そこで数学は定期テストまでしかやってなく、今優しい高校数学を使っていたんですが、1日どれぐらいのペースでやったらいいでしょうか。まああれはね、まあやっぱり3週間から4週間ぐらいで1冊終わらせたいかな。まあもっと早いとよりいいかなと。まあ優しい高校数学でやる範囲って全部いるかって言われると、まあそれは正直本人の出来によるかなってところなんですけど、まあ、結構できてんなら別にそこまで時間かけなくていいかなと思うし、もう本当にゼロからもう一回やり直すぐらいの感じだったら、やっぱり1ヶ月以内には終わらせたいかな。 1A とか 2B それぞれね、うんって感じですかね。はい、横国の理工志望の高校2年です。基礎問題成功を最低5月末に仕上げられるとしたら、基礎問標準問題成功と基礎問重要問題集だとどちらの方が取り組みやすいですか。次にある参考書ってことですかね。これはね、重要問題集の方がやりやすいかなっていうのは、標準問題成功がね、 2B がね結構難易度が高くて、基礎問 2B から標問 2B ってストレートに行くの結構辛いかなとは思うんですよね。だから基礎問の次にやるとしたら、文系の数学重要事項完全習得編の、まあ、演習問題とか、まあ、マセマの合格数学とか、まあ、重要問題集とか、まあ、その辺りが割とスムーズに入りやすいんじゃないかなとは思いますね。うん、なので、まあ、この2つだったら重問かなとは思いますかね。はい、旧帝大志望です。数学は基礎問題成功系か青チャートかどっちがいいですか、お願いします。まあこれはこの質問してくれた方の学年と数学に対しての期待度にもよるかなっていう、まあ現状の実力もあるんだけどね。要は基礎問題成功とかのシリーズを選択するってことは、要は数学をそこまで時間が使えないし基礎からやんなきゃいけない場合で、青チャートをやる場合っていうのはかなり数学に得点源にしたくて、まあそもそも今の時点で青チャートある程度終わってるような状態の人推奨かなって感じですね。別にどっちも終わればどっちもいいっちゃどっちでもいいんですけど、基礎問題成功の方が早く終わるんですよね、単純に問題量が少ないから。でその代わりその網羅度っていう部分でいうと青チャートやるよりはどうしても薄くなってくる部分があるので、他の科目とかでちゃんと稼ぎつつ数学はまあ最低限でいいかなっていうふうに感じているのであれば、まあ、基礎問題成功とかの方がいいかなと。で青、そもそも青チャートが今からゼロからやってきますみたいな感じで、これが受験学年だっていうなら、今の時点では、まあ、基礎問題成功の方がいいかなと思いますね。で、これが質問してくれる方が次高2ですとか、これから高校入りますみたいな人で、まあ、1からやっていきたいって場合だったら、別に青チャートとか、あるいは黄色チャートとか、その辺から始めてもいいんじゃないかなってところですかね。はい、といったところですかね。今回は以上です。武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法が分かります。詳細は概要欄から。